ありがとうございました。こんにちは。私、青森市役所の須藤と申します。よろしくお願いします。じゃあここでですね、紹介をさせていただきます。ただいまねぶた囃子を披露していただいた青森の観光大使でもあります、青森ねぶた囃子二目組の皆様です。拍手お願いします。はい、それでは本日はですね、お囃子演奏ということで、皆様ねぶた囃子を聞きたくて集まっていると思うんですが、ちょっと二目組様のご厚意で、ちょっと私の方からですね、青森市の PR を若干させていただくことを許していただいてたので、ちょっと説明させていただきたいなと思います。私の話よりですね、皆さんねぶた囃子聞きたいと思いますので、ちゃちゃっと素早く終わりますので、お付き合いください。皆様、青森市って思うとですね、大体思い浮かぶのが青森ねぶた祭り、あとリンゴくらいだと思うんですね。なんですけども、その他にもですね、八甲田山、三内丸山遺跡、あと浅虫温泉、あと食べ物でいうと味噌カレー牛乳ラーメン、あとのっけ丼など、いいところ、おいしいものたくさんあります。全部ここで紹介したいんですが、時間もありませんので、今日は八甲田山だけちょっとご紹介させていただきたいと思います。八甲田山はですね、標高1500メートル、富士山が3776メートルなので、約その半分ぐらい、あまり大きい山ではないんですが、冬になるとですね、積雪が10メートルを越します。10メートルっていうと、奥のビルで3階か4階ぐらいまで雪が積もります。その中でですね、人の倍以上の大きさになる、スノーモンスターと呼ばれる八甲田の地上もですね、名物の一つになっております。で、八甲田山にはロープウェイがありますので、皆さんもロープウェイに乗って頂上に行けばですね、間近でスノーモンスターを見ることもできます。あとスキーをやられる方々にはですね、樹氷の間を縫って滑走できるというのも八甲田山の魅力の一つになってます。もっとですね、いろいろ青森の話を説明したいんですが、ちょっと皆さんも暑いのもありますし、日差しあるので、もうねぶた囃子聞きたいよって感じになってきているので、ちょっと私の説明はここで終わりますが、最後にですね、お囃子が終わった後に、青森市の発表を着ているものがですね、青森市のパンフレットをお配りさせていただきます。で、この中にですね、パンフレットの他に、幸せの鈴って言ってねぶた囃子の羽手がつけている鈴が入ってます。でもパンフレット全部に入っているわけじゃないので、運が良ければ受け取った人、運が良ければ入っているものもあります。だからとして受け取ったけど入ってないという人は運悪いわけではないので、心配なさらないでください。あと、最後お願いです。パンフレットですね、鈴が入ってなかったからといって、そこに捨てて帰るのはやめていただきたいなと思います。ちょっと悲しい思いしますので、私の方で、あとよろしくお願いします。あとですね、いろいろ出店出てます。各町のですね、美味しいもの出てます。あと私が大好きな生ビール、あとレモンサワーとかですね、新年麺さんの方で売ってますので、ぜひお立ち寄りください。で、以上になります。それでは、じゃあ二目様、よろしくお願いします。
ここはですね、虫がすごいです。ちょっと今吹きながら口に虫が入ったりしたんですけども、でかくなったのでこれは箱に落として今日は見せてください。いつもでしたらですね、毎年例年は向こうの方で青森のねぶたの運行と、お囃子では私たちも参加して、ねぶた祭りを開催中ということで、ねぶた祭りを行っている時期なんですけども、今年はですねちょっと特別な1年になりまして、皆さんも大変な1年になったかと思います。まだちょっと収束というか、そういうところはありそうですが、ぜひ来年の秋はですね、例年通りの、祭りができて、元気な皆様と元気な林と、楽しんだり盛り上がったりできるような日がまた来ることを信じてですね、頑張っていきたいなというふうに思えるとこの頃でございます。今年はですね、レブタに限らず全国各地で、お祭りが中心になりましたからですね、その中で今日のような機会をいただけて、私ども非常に感謝をしているところであります。短いひとときではありますが、皆様と一緒に楽しみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとご紹介をさせてください。前にいる2人が、ハネットと呼ばれる踊り手、ハネットになっておりまして、私たちお囃子とこのハネットとねぶたの足、これが3人使いとなってねぶた祭というふうに言われています。はね方はですね、結構シンプルな感じで、けん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 というようななんですけども、ちょっとですね、お囃子の他にもこの羽根との動きをですね、注目していただきたいと思いますので、少しだけご紹介したいと思います。進行を構えます。
と申し上げましたが、足がすごいんですよ。すごい大変ですね。ちょっと西日を受けて今幻想的なように見えるかもしれませんが、ちょっと頑張っていきたいなと思います。続きまして、最後は小坂祭り終わりの、1日の終わりにございましたので、僕が戻る時の戻り返しというのがございますので、続けてご紹介したいと思います。戻りを深まります。続きますので、ぜひ一日楽しんでください。ありがとうございました。